はい、それ皆さんお元気ですか？ガキです。ファイナルファンタジー16に続き、やっていこうと思います。で、もう物語が5年後ってなって、あのシドが死んじゃって。で、ジョシュアもやっぱ出てきたね。やっぱあいつジョシュアだったんだ。で、アルテマってやつが敵かな。なんかクライブを器にするみたいなこと言ってたけど。で、シドの力、ラムか、の力を、またクライブが受け継いで、で、シド、二代目シドとして動いてるのかな。続きやっていきます。世界を黒の一体から救うためとはいえ、俺たちがやったことはマザークリスタルの破壊だ。暮らしを脅かしてると受け取られても仕方ない。ベアラーを救うにしたって、その一方で彼らを苦しめてる。彼らも非難の目を向けずにはいられないさ。仕方のないことだって分かってはいるけど。だが、シドはこう言ってたよ。クリスタルの牢獄をぶち破れと。誰かに強いられることなく未来を選び取れ、自分の意志で。そう言われた気がした。彼らしい。人が人として生きられる場所、仲間と共に。そんな場所を作るため、俺はシドの名を継いだ。俺たちは彼に思いを託されたんだ。だから、何が起きても俺は意志を貫く。ほら、着いたぜ。お二人さん、愛しの我が家だ。新たな隠れ家。シド、オットーのところに行ってやれ。サロンにいるはずだ。オットー。分かった、そうしよう。こっちから出れるって感じか。で、新しい隠れ、これなん、まあ、こうなんか低い手っぽい感じだね。シド、オットーのところに行ってやれ。サロンにいるはずだ。おかえり、シド。どうも。腕の振りが甘いぞ。気合を入れろ。クライブ、サロンに行ってオットーに報告しましょう。そいつを切ったら飯にするか。はい。へい。よかった。こっちが開きそうだな。よし。やあ、シド。いつも忙しそうね。まったくだよ。あら、クライブ。今回の作戦はうまくいったの？シドトという、シドトという人もいるし、クライブっていう人もいるね。結構入り組んでんね。青天を渡る風が岩を
まだ。チョコボ肉のパイ、評判いいみたいだね。モリーさんの自信作なんだ。次は多めに作ってもらうか。チョコボの肉。ほとんど曲買ってないから。ショコは今片付け中なんだってさ。あとちょっとで終わるってさ。待つしかないか。待つしかないね。ここで買うか、工房でこさえてもらうか、悩みどころだぜ。坊さん来てたんか。いらっしゃい。まったく。はあ、クライブ。はい。ああ。どうだい。頼んだよ。うん、いい品が揃ってるよ。エリクサ、エチピカ全回復。また来ないよ、うん、クライブ、グッズ、お帰りなさい。装備や薬で困ってないかい。こんな湖の真ん中まで品物を運び入れたんだ。せっかくだし、いろいろ買っていってよ。また今度ね。こっちのあれが解放されないね。ラウンジで飲もうぜ。俺がおごるからさ。ネイブと喋りたいなら普通に声をかけりゃいいだろう。おう、クライブ。あれから5年か。ここか。いつでも来い。何を作る？じゃあな。うちの火事場は最高だぜ。なんせ魔法を使わずに火事ができるんだからな。それもすべてあのロとフイゴのおかげ。本当にすごい発明だよ。ガロー取引所。見て見て、シド。こいつ僕の友達のチュウ君。積み荷から出てきたのを捕まえたんだ。かわいいよね。ネズミやんか。ここらの足場も張り替え時だな。物資が届いて一安心ね。これでなんとかやっていけるだろう。また肥料が減ってきたか。新しい調合を試してみよう。こんなに綺麗に咲いてくれて嬉しいわ。じゃあ下に行けるのかな。あ、行けそうだね。あ、こっちか。結構広くなってる感じだね、シドの隠れ家より。この植物園の草木も
少しずつ育ってきました。5年間でよくここまでやれたものです。これからもっといろんな草木を増やしていきますよ。死んでいった仲間たちに誇れるくらいにね、うん、モルブルのね、資質っていうところ。思い出の品。仕事やってたね。まだこれだけか。こっちは。後からバーク。算術の問題ちょっと難しいね。私ちょっと分かってきたよ。次の問題は正解しちゃうんだから。お疲れさん、シド。どうも。あら、お帰りなさい。シドも私の授業受けていく？読み書き算術ならシャーリー先生にお任せあれってね。子供たちには評判いいのよ。なんかいけそうな感じだけど、本を読むのって楽しいわね。読み書きを習って本当によかったわ。お前たち腹いっぱい食えよ。そんでもっておいしい卵を産んでくんな。言う通り。いや、大将、ずいぶん長く外に出てたみたいだな。俺の顔を忘れちまったんじゃねえか。ちょっとね、本気で忘れちまったのか。まあ、前の隠れ家じゃずっと牢屋にいたし無理もねえがよ。ああ、確かに言ったな。おかえりなさい、シド。無理せず、たまにはゆっくり休んで。はい。水がきれいな。で、下行って、あっち側の何だっけ？算術入門。中側は何もないか。
で、ここ。夫って素敵な人。仕事熱心で、物静かで、仲間思いで。あんなにいい人、この世のどこを探したっていないわ。めっちゃ根つけてる。あんた、奴隷市場から逃げてきたのか。運よく隠れ家の人に助けられてね。そうなのに、とっくに死んでたよ。タルヤに用事かな。彼女は今大事な施術をしてるんだ。終わったらクライブに声をかけるよう伝えておくよ。ありがとう。次の作戦まで各自待機だ。了解です、ブリス隊長。いつでもご用命を。まだなんかあるのかな。戻ったか、クライブ。ビクトルがストラスを飛ばしてきた。状況は分かってるよ。今回も災難だったな。巷ではシドは滞在人だ。その上、風国プカにまで目をつけられてる。誰だって関わりたくはないだろう。それで留守中に変わったことは。ダルメキア共和国軍を調べるためにガブを向かわせた。どうにも奴らの動きが引っかかってな。今は帰りを待ってるところだ。なら奴が戻るまで彼女と各国の情勢をさらっておくとしよう。ビビアンか。戦の研究さえできれば場所は問わんと言ってたが、こんなところでもお勉強とは。変わった先生だよ。変わり者だから協力してくれるのさ。何かあれば呼んでくれ。何かあったら声をかける。ガブが戻り次第次の動きを決めよう。あの書類の整理は終わったか。まだなの。別の問題が起こっちゃって。そりゃまずいな。モットーさんに急いで整理しとけって言われてるのに。この下に行ける。あ、戻ってこれたのか。ちょっとセーブ。お、あ、ラムか。ビビアン、少しいいか。悪運が強いな、まだ生きているとは。お前にだけは言われたくない。何度か暗殺されかかっただけじゃないか。騒ぐほどのことでもなかろう。さて、要件は何かな。この偉大なる軍事学者ビビアン・ナインテールズが答えよう。各国の情勢を把握しておきたい。今日も今日とてバリスゼアは知事に乱れたまま、史上最悪の滞在に、シドの登場に、黒の一帯の侵食による世界の荒廃。だが、世界を揺るがす風は、それだけじゃない。ザンブレク公国という、嵐の存在だ。風の大陸、北東に位置するザンブレク公国は、かねてよりその国土を黒の一帯に蝕まれていた。そのため、新たな領土を求めて
海を挟んだウォールード王国と長く争いを続けている。ところが相手は召喚獣オーディンを擁する強国。そうやすやすと領土を奪えるわけもなく、事態は進展していなかった。そこでザンブレクの信仰シルベストルが目をつけたのは、豊富な資源を抱えるクリスタル自治領だ。5年前のこと、君たちがマザークリスタルドレイクヘッドの破壊に動いていた裏で、一挙にかの地へ侵攻制圧した。だがクリスタル自治領は文字通り世界の中心、最大の地理的要衝でもある。ここを抑えればバリスゼア統一にも手が届くだろう。だからこそ各国は相互牽制として不可侵条約を結んでいたのだが、一方的に破られたとなれば紛糾は避けられん。ザンブレク公国、ダルメキア共和国、ウォールード王国、そして鉄王国、それぞれが生き残りをかけ乱世は加速しているよ。なるほど、いい雲行きとは言えないか。世界にとってはな、今後の風の吹き方一つで君たちにとっては追い風になるかもしれない。こんなところだクライブ、こたびの講義代はお使いで手を打とうじゃないか。仕方ない、いいだろう。それではこの本を書庫の主に返しておいてくれ。語り部によろしく。語り部か。さて書庫へ行こう。語り部、あの人いるんだ。講義が必要かい。私か。よかろう、いつでも来るがいい。はい。まったく。そんなある日で、クリスタル自治領か、理解しがたいね。知りたいことは？ビビアンレポートではゲーム中に登場する主要人物やメインストーンにおける世界情勢を確認することができる。あ、人物についての講義か。その人物、その関係性を確認することができる、うん、アンブロシア、ちょっと顔変わってるよね、5年経って。ヒゲもちょっとあれだ。5年か。へえ。情勢の変化を見ていこう。情勢の上でメインストーリーの脚本、情勢やその時のプライムの動向を確認することができる。動かせしてって感じ。今回の講義はここまでだ。よいしょ。分解して。ある。僕らですか。
隠れ家は飛空艇だったんだよ。やっぱりか。今は飛ばないけど、インビンシブルって名前なんだよ。意味は知らないけど。ハルポクラテス。そう呼んでくれるのはお主くらいだな。語り部と呼ばれすぎて自分の名を忘れそうになる。クライブ、無事に戻って何よりだ。リビアンから本を預かった。これをあんたに返してくれと。赤先生は相変わらず読むのが早いのう。わしももっと解読が早ければお主の頼みに応えられるかもしれんが、先日手に入れてもらった書物にもそれらしい記録はなかった。お主が5年前にドレイクヘッドで出会ったという謎の存在、その正体にたどり着くにはまだまだ時間がかかりそうだ。これだけの書物とあんたの学識をもってしても未だ尻尾さえつかめないとは。一筋縄でいく相手ではないということだろう。今は北部の古文書を探っている。何か分かったら知らせよう。助かるよ。書物に囲まれ木の実を食い知識の海に浸る、ここはわしの楽園だ。気にすることはない。テトは見てた。語り部、木の実ばっか食べてる。クロも知ってるよ。だからおなら臭いって。これこれ、笑わせてない。好物が取り上げられたらどうしてくれる。テトとクロは相変わらずか。書庫で預かってからというもの、毎日元気にしておるよ。ただ時折親が恋しいと崩るのだ。あの子らが哀れでならん。前の隠れ家が襲われた時、二人の親を含め多くの仲間が殺された。5年前の出来事は生き残った者たちに深い傷となって残ったな。その傷を癒すにもまだまだ時間が必要だ。話が長くなった。疲れたろ。少しは休むといい。ありがとう、ハルポクラテス。ガブが戻るまで部屋で休むとするか。よう、クライム。クライム、待っておる。あれから5年か。そんな時だ。あの双子かね。そうだな。知識の積み重ねがやがて大きなものとなる。結構、ああ、え、そんなに長かった。これまでのお主の話をまとめているぞ。知りたいことがあったらおいで。OK、今回はここまでしとくか。前回はちょっと長すぎたしね。本日のご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあ、やっぱり。